今標高 1200m、 そこまでには暑い。ナイスビューだね。ガチョです。これ僕のランニングスペックです。今は10月に行われる高見100 100マイルレースに向けて練習してます。今日明日と、高見対策じゃないですけど、合宿を、夏合宿を張ります。八ヶ岳で有志で何人か集まって、ここに来てます。東京のあの溶けるような暑さから逃げてきたんですけど、八ヶ岳もね意外に暑い。この中で2日間みっちり練習を追い込みたいと思います。それでは行ってきます。ここで1回パンでも買って、で、今日本当はその文字の上の今標高 1100m、 その割には暑い。気温は32度。スキー場まで8キロ登ってます。スキー場着いたらヒルトレーニング、あの坂出しだね。簡単に言うと今日はトレイルは入らないんで、ロードシューズ履いてます。ナイキのペガサスの36、これで今日は走りを止めます。やっぱり標高高いときつい。今1500ぐらい、心拍がね170だ。サメロンの現象見た。ガチオのランチャンネル。8分終了。この練習だけでもだいぶ満足しましたね。まだやるんだっけ。やりますまだやるよ。次は平地で3、5、7、5、3。3分やったら3分休んで、で次5分また走って、で5分休んで、で7分5分3分この繰り返しです。
ってきたよ。あと1本。これが終わったらブルーベリーソフトクリーム。ブルーベリーソフトクリーム。終わりました。ああ、かき氷もあるのか。まあ、ようだな。かき氷ソフトクリーム。いや、これから宿に帰ります。8キロぐらいかな、ここから走って帰ります。おー、ナイスビューだね。あ、一気に通った橋ですね。あ、疲れた。で、これから家族にチェックインします。はい、1日目終わりました。今日はね、5時間46分、距離が34キロで、獲得標高は1000メーターです。いや、標高が1600あるところで、はぁはぁ、すごい、結構しんどかった。いい練習になりました。坂ダッシュもやったし、いわゆる、1000メーター、3000メーターみたいな平地ダッシュもできたので、すごくいい練習になりました。相当疲れが残っている中で明日2日目。明日はね、9時間走やるんで、どんだけの体でしんどさが残っている中で戦えるかっていうのはちょっと試してみたいと思います。はい、初日は以上です。ではまた明日。朝食の前に、あの辺りをちょっと走ってきます。すごいね。今日もめっちゃ暑い。いい天気です。これから9時間走できるかな。超名刺。今2200ぐらいまで来ました。あと200。あー、